弁当の時だけ。皆様おはようございます。おはようございます。本日はニコニコ町会議号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。たった今ニコニコ町会議号団体特別列車花品川駅を出発いたしました。本日は終着までどうぞ皆さんにたっぷりとお楽しみをいただきますよう、いろいろプログラムも用意してございますので一つよろしくお願いをいたします。本日は皆様方の行いもよく大変素晴らしいお天気にございました。このニコニコ町会議会場の方もさることながらこの列車も大変スペシャルなメンバーでスペシャルなイベントが予定されております。どうぞ終着までごゆっくりとお楽しみをいただければと思っております。本日この列車の進行は我らがヒーロー向谷実、そして私鈴木純フリーアナウンサーがお手伝いとして乗車をしております。後ほど皆様方のところに向かいますのでその際は一つよろしくお願いいたします。なお列車は走行中大きく揺れたり時には車内で滑ったりすることもあると思います。どうぞその辺は皆様方温かい目で生温かくご覧いただければと思います。それではお待たせいたしました、我らが向谷実をご紹介いたします。皆様おはようございます。ただいまご紹介いただきましたニコニコ町会議号の専属のアシスタント車掌向谷実でございます。今日は皆様ご乗車いただきましてありがとうございました。また天気の方も完璧でございますね。もう今日明日はなんか晴天だということでございますね。普段の皆様のお心がけの賜物と思っております。さて、まあ走り出しましたこのニコニコ町会議号、今回はですね、この東京を中心として最終目的地海浜幕張に向かうんですが、この非常に狭いと思われるエリアで約5時間というですね大変タフな工程となっております。途中どこを走るのか皆様のお手元の乗車券に書かれている経由地を見たときに私たちの愛を感じていただければと思っております。それではまず最初の大きなイベントでございます。そうです、私たちが乗っていますこのニコニコ町会号はまさに旬でございますね。上野東京ラインを通過するというですね偉業を成し遂げようとしております。このような団体専用列車が上野東京ラインをこの時間に走るということはですね、多くの鉄道ファンのみならず日本全国民に対して私たちがいかに偉大なことをやっているかというのを、ね、知らしめる上でも大変重要なまず、ポイントでございますので、どうぞ皆さん上野東京ラインをお楽しみいただきたいと思います。それではですね、この放送の後はですね、この上野東京ラインを通過した後、お楽しみ、大変お待たせいたしました、このニコニコ町会議を長年ずっと務めていただいています、専務車掌の方からですね、放送の方をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。もしかしたら上野東京ライン内でやるかどうかちょっと今全く打ち合わせしておりませんので分かりませんが、そんな方、そして、私どもですね、全号車に回ります。いろいろなことをやりながら盛り上がって、この長丁場皆さんと楽しみたいと思いますので、どうぞ、海浜幕張に着くまで精一杯、途中ですね、あの例の弁当も用意されておりますので、さらに
の例のお茶も用意されておりますのでですね、もう本当に大変なイベントになっておりますので、どうぞ最後までお体にお気をつけていただきながら、最終的にはニコニコ超会議場幕張メッセの方にお越しいただければと思います。それでは皆さんよろしくお願いいたします。列車は新幹線、京浜東北線、山手線と並走しながら、ただいま浜松町の駅を通過しております。車窓、大変に素晴らしい景色、特に鉄道ファンの方にはもうたまらない、もうよだれが出ちゃうような景色があちこちに展開されると思います。どうぞ写真などを撮られる方は、揺れなどにもお気をつけになって、たっぷりと素敵なシーンをフィルムにお収めください。フィルムにお収めくださいって今言わないよね、この時代ね。なお本日は向谷実さんはじめ、私もマスコミで仕事をしている人間が乗っておりますので、くれぐれもお願い申し上げますが、今日撮った写真はガンガン、ツイッターに上げていただく、 SNS に上げていただく、そして今日この列車に乗れなかったやつ、乗れなかった皆様に、自慢をして差し上げていただきたいという具合にも思いますので、よろしくお願いいたします。それでは各号車の皆様、後ほどまたお目にかかります。ありがとうございます。先ほど専務車掌に格上げになりましたスーパーベルズの車掌 DJ のつきがご案内させていただいております。当列車の主な到着駅と到着時間を先にお伝えしています。上野駅には8時23分上野駅には8時23分次のガタガタ駅には9時15分到着です。ガタ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 と出ますと、次はガタ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 に10時31分到着です。またガタと出ますと、次の手ガタガタ10時3ガタガタ終点海浜幕張には12時57分の到着です。車は6両つないでございます。6両つないでございます。ただいま前よりは1号車でございます。進行方向前より1号車でございます。1号車、2号車、3号車、4号車、
5号線順道停車です。ただいま東京駅を通過しております。皆様、東京駅を通過しております。新幹線にも成し遂げれなかった偉業を成し遂げました。望みを超えました。早草を超えました。東京駅を通過しております。この先上の東京ライン駆け上がってまいります。なおこの列車は408号系電車でございますので、補給の必要はございません。補給の必要はございません。この辺りから勾配がきつくなってまいりますので、車内の皆様におかれましてはお座敷列車でも勾配感をご自身のお尻で感じていただければと思います。いよいよ新しい路盤の区間に入ってまいりました。上野東京ライン走行中でございます。上野東京ライン1号車のあたりすでに勾配に差し掛かっております。この辺りから急勾配お楽しみください。上野東京ライン、この高架の高さ、展望の方も十分味わっていただければと思います。上野東京ライン485系の花が通過をしております。ニコニコ超会議を通過をしております。勾配を登り切ったあたり、この辺りで最高点に到達してまいります。なお最高点到着いたしますと、気圧の関係で耳等が聞こえなくなる場合は多分ないと思われます。なお御徒町通過いたしますと、私が店内 BGM 担当しておりますユニクロがございますので、そちらもご承知おきください。ただいま新幹線の上をまさに通過しているところでございます。勾配進行、突然運転士に変更いたします。下げ出し、下げ80号、中継進行、逆側をやってしまいました。失礼いたしました。逆側進行方向、逆側のご案内でございました。ただいま勾配上り切りまして、6号車レベル間に到達しております。ここからまた一気に下ってまいります。上野東京ライン、この勾配のおかげで211系電車は引退をしております。211系におきましては勾配での非常時の起動ができないため、メインの路線発祥の地高崎宇都宮線を去っております。そして秋葉原は通過となります。お待たせをいたしました。まもなく上野でございます。上野8時23分の到着です。1分少々停車をいたします。お客様におかれましては下車等はできませんのでご了承ください。まだ先ほど5車案内途中でございました。前よりから1号車、2号車、3号車、4号車、6号車となっております。5号車は決断させていただいております。5号車は異世界のため決断させていただいております。ご了承ください。なお形はお座敷列車ではございますが、下回り480系となっております。耳を澄ませば4パー5、耳を澄ませば4パー5。皆さんもぜひ、特にモハにご乗車のお客様、走行の方もお楽しみください。また切符の方には経路が若干書いてございますが、それを忘れてお楽しみいただければと思います。まもなく上野に到着を出す。ニコニコ超会議をご利用くださいましてありがとうございます。すいません、当時の申し訳ございません。皆さんにお配りした、スリッパと、運行表ですね、今日の運行表、一応 JAL さんからいただいたシステムがですけど、その元に作っておりますので、ほぼ正確になっておりますので、どうぞ見ながら経路の確認を通していただければと思います。であとスリッパの方なんですけれど、特別グッズっていうことなんですが、今回はお座敷列車っていうことで、皆さんに届いていただきたいということの中でスリッパを選ばせていただきました。でこのスリッパなんですけれど、いろいろと考え聞くところによると、カシオペア、向井さんカシオペア所属
ークしてたんで、カシオペア、それと掛け合わせて、あの今日 の, あのスリッパをご用意させていただいております。で、実際に、5年前までですか、あのスリッパあの、実際にカシオペアの方であのお配りしてたっていうか、あの入れていただいた、ものだと聞いておりますんで、それも合わせて見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。